ポマトポマトは細胞融合によって作られたジャガイモとトマトの雑種。ジャガイモの茎にトマトを剥いだジャガトマトは異なる。1978年に西ドイツのマックス・プランク研究所のゲオルク・メルヒャーズが初めて作出した。植物細胞の細胞壁を酵素で溶解したプロトプラストをポリエチレングリコールで処理するとプロトプラスト同士が融合する。この技術により 禁煙ではあっても自然交雑できない異種間の雑種を作ることができる。ポマトは本来ジャガイモとトマトの一挙両得を狙ったものではなく団地製のトマトにジャガイモの体感性を持たせる目的で開発された。が完成した植物はトマトとしてもジャガイモとしても不完全で役に立たない失敗作であり一時期未来の植物と注目されたポマトは消えていった。 2013年、イギリスのトンプソンモーガン社が、トムテトの商品名で販売を開始した。ありがとうございます。